クールラント軍集団は第二次世界大戦の東部戦線におけるドイツ国防軍の軍集団である。1944年のソビエト赤軍によるバルト海攻略作戦において北方軍集団がクールラント半島で包囲されたことにより編成された。クールラント軍集団はドイツ本国が無条件降伏するまで包囲戦に耐え抜いた。 1945年5月8日23時に、軍集団司令官、カール・ヒルペルとは、命令により、レニングラード方面軍司令官、レオニード・ゴボロフに降伏。1945年5月9日の夕方までに、クールラント軍集団の18万9000人の将兵、全員が投降した。1944年10月10日、ソビエト赤軍は、 バルト海攻略作戦を発動、ネマン川そばでバルト海に至った。そのため、北方軍集団は中央軍集団と分断され、ドイツ軍26個師団、約20万名の将兵がラトビア、クールラント半島に閉じ込められることとなり、後にこの地での戦いは、クールラントポケットと知られることとなる。 1945年1月25日、ナチスドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの命令により、軍集団の解明が行われ、北方軍集団は、クールラント軍集団と解明されることとなった。この名称変更で、北方軍集団が、クールラント軍集団へ、中央軍集団が、北方軍集団へ、英軍集団が、中央軍集団へそれぞれ変更された。 クールラント軍集団は第16軍と第18軍で構成されており、これらはバルト海沿岸にある有望と訓練基地を防衛することが主目的であった。ソビエト赤軍はクールラント軍集団に対しては本格的な攻撃を行わなかったため、終戦間際においてもその個々の戦力程度は不明で、あるが24から31個師団が所属していた。 しかし、その後の主戦線から取り残され、全面に強力なソビエト赤軍が存在し、なおかつ背後が海であったため、退却、転進は不可能であった。1944年10月14日以降、クールラント軍集団では6つの大きな戦いが存在した。 1944年10月15日から1944年10月22日1944年10月27日から1944年11月25日1944年12月23日から1944年12月31日1945年1月23日から1945年2月3日1945年2月12日から1 9 4年2月3日 1 5年2月19日1945年3月17日から1945年4月4日1945年5月7日、ドイツ大統領、カール・デイニッツは、クールタント軍集団、最後の司令官、カール・ヒルペルト大将に、ソビエト赤軍に降伏するよう命令した。ヒルペルトは、配下の軍にメッセージを送った。すべての部隊に、 ゴボロフ元帥と5月8日14時に停戦に同意した。直ちに部隊に通知し、白旗を上げるように、クールラントの部隊の運命のために司令官は忠実で、順序よく命令を実行することを期待する。5月8日、平坦部門の長、ラウサー少将は、ソビエト赤軍との交渉を行い、より良い降伏条件を得ることに成功。9日、ソビエト赤軍は、 軍集団のスタッフに尋問を開始した。その間、ソビエト赤軍は、クールラント軍集団を拘束し始めていた。5月11日の終わりまでには、レニングラード方面軍は、ギガワンとバルト海援団を掌握、クールラントを占領した。9日から12日の間に、将軍28名、将校5083名を含む、総勢14408人が降伏した。 同期間に引き渡された物資は、航空機75機、戦車、自走砲307両、訪問1427門、迫撃砲557門、重機関銃3879丁、小銃、軽機関銃52887丁、装甲兵輸送車219台、無線機310台、車両4281台、牽引車両240台、 輸送用、台車3442台、馬14,056匹であった。5月23日、クールラント軍集団の武装解除がすべて終了。合計約18万名の将兵は拘束された。将校は、NKVD に引き渡され、残りの大半は、バルダイ給料の捕虜収容所へ送られた。降伏後、クールラント軍集団の若干長、 義勇軍として活動しようとした。これは第一次世界大戦終了間際にラトビアで発生したことに似ているが、第二次世界大戦終了間際の今回は多少変則的であった。しかし義勇軍の形成はソ連によって未然に防がれ、捕らえられた人々は許されることは決してなかった。ソ連は戦後、戦前のようにクールラントに ドイツ人を住まわせる木など、微人もなかったからである。降伏後、わずかな、ドイツ人、エストニア人、ラトビア人が拘束されることを逃れた。エストニア、ラトビア、リトアニアの独立主義者たちが、自らの国を取り戻すために、ゲリラ戦を行った。ありがとうございます。